李道国は韓国歩行士出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。救命は李道国で2007年に改名した。1998年高卒ルーキーとして歩行スティーラースに入団。フランス W 杯の韓国代表最終メンバーに選出され、 同大会グループリーグ第2戦のオランダ戦にて途中、出場を果たす。その後、常に、韓国代表に招集されるが、2002年の日韓、W 杯直前に、最終メンバーから落選する。2002年不山アジア大会に出場するが、優勝できず、2003年から平営駅で、公衆勝負に入隊。2005年4月に除隊後、ホコスティーラースへ、 高学年法にて復帰を果たす。ドイツ W 杯アジア地区予選では3得点を挙げている。2007年から2008年まで、プレミアリーグのミドルズブラ FC に在籍したが、リーグ戦で得点を挙げることはできず、デイリー・メール氏が選出する2007-08シーズンのワーストストライカーに選ばれた。2008年夏より、城南一は天馬に移籍し、K リーグに復帰した。 2009年、全北現代モータースに移籍すると、初の得点王に輝き、チームも初のリーグ戦優勝を飾り、シーズン MVP にも選ばれた。2012年、K リーグでの117得点目を挙げ、右西洋が持つ、K リーグ通算最多得点記録を塗り替えた。2014年、全北の K リーグクラシック優勝に貢献し、リーグ2位の13得点を記録。 K リーグ MVP を受賞した。2015年4月22日、AFC チャンピオンズリーググループリーグ第5戦のカシアレーソル戦で2得点を記録し、同大会通算27得点目でナシル・アルシャ村にの持っていた個人通算得点記録を更新。また K リーグクラシックを連覇し、2年連続4度目の K リーグ MVP を受賞した。二0二十年十月二十六日、 引退を発表した。2005年にミスコリアハワイ出身の女性と結婚。2007年に長女、次女が誕生した。2013年には三女、四女が。2014年には長男が誕生。一男四女の父親となった。2015年より、KBS のバラエティ番組スーパーマンが帰ってきたに、子供たちと共に出演するようになった。 2002年制作の映画ロスとメモリーズ中にて日本代表選手の一員として李東国が登場するシーンがある。このシーンには李東国の写真画像を加工しユニフォームを日本代表のものに改めた画像が用いられた。李はこの話が入ってきた際に同作品のシナリオに目を通し国民の情緒上問題がないと判断し画像の加工に快く応じたが インターネット上では、ワールドカップを控えた時期に、このようなシーンがあるのは受け入れがたいという意見もあり、論争が起こった。AFC アジアカップ2007の開催期間中に、リウンザイ、ウセイヨウ、金装食と共に、無断で滞在先を抜け出して、外出、外出先で飲酒したことが波紋となった。この件につき大韓サッカー協会より、代表資格停止1年及び、 協会主催大会出場停止2年の処分を受け、その結果2008年開催の北京オリンピック、2010FIFA フフワールドカップアジア予選3次予選へ出場することができなくなった。ありがとうございます。